トマス・テリスは、ベネズエラのアンソアテギ州エルティグレ出身の、プロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のミネソタツインズ参加所属。2007年7月2日にアマチュアフリーエージェントで、テキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。2008年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レンジャーズ1で、プロデビュー。62試合に出場して打率。299。 1>, 1本類三36打点10盗塁を記録した。2009年はまずルーキー級アリゾナリーグレンジャーズでプレーし46試合に出場して打率3222本類二28打点8盗塁を記録した。8月に A-9 スポケーン・インディアンスへ昇格し7試合に出場して打率4002本類打、2打点を記録した。 2010年はルーキー級アリゾナリーグレンジャーズでプレーし37試合に出場して打率3262本塁打35打点4盗塁を記録した2011年は A 級ヒッコリークローダッツでプレーし115試合に出場して打率29711本塁打69打点12盗塁を記録した 2012年は a 級マートルビーチペリカンズでプレーし、117試合に出場して打率、247、4本塁打、43打点、9盗塁を記録した。2013年は a 級フリスコラフライダーズでプレーし、91試合に出場して打率、264、4本塁打、43打点、8盗塁を記録した。6月には、 テキサスリーグのオールスターゲームに選出された。2014年は A 級フリスコで開幕を迎え、70試合に出場。打率303日本塁が33打点7盗塁と活躍し、2年連続でテキサスリーグのオールスターゲームに選出された。7月にトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスへ昇格。 トリプル a 級ラウンドロックでも36試合の出場で打率。345、3本塁打、17打点、1盗塁と好調を維持し、8月25日にレンジャーズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。8番、保守として先発起用され、4打数1アンダ1三振だった。 昇格前にジオバニーソとクリス・ジメネスの両保手が移籍したこともあり、ロビンソン・チリの数に次ぐ2番手保手として起用され、この年メジャーでは18試合に出場して打率。258打点を記録した。2015年7月31日にサムダイソンとのトレードでコディインギーと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。マーリンズでは17試合に出場したが、打率。 148に終わった。守備面では7試合で無失策、DRS1 という内容だった。レンジャーズとの合算では23試合の出場で打率、158に打点だった。2016年は10試合の出場ながら打率、308、メジャー初本塁打を記録するなど、打撃面で一定の数字を記録した。保守としての守備は3試合だけで、 無失策で DRS から1だった。マイナーではトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズに所属し91試合に出場。打率3 1 6本類打、45打点、4盗塁と高打者ぶりを発揮した。守備面では保守としての他25試合で1塁士も守った。2017年は48試合に出場して打率240。 打点を記録した2018年4月28日にディフェとなり、マイナー契約でトリプル a 級ニューオーリンズベビーケークスへ配属された。オフの11月2日に FA となった。2019年1月10日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは、 参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、82試合に出場して打率、338本塁打46打点を記録した。オフに FA となったが、11月6日にマイナー契約で再契約した。2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されず、メジャーへの昇格もなかったため、 公式戦の出場はなかった。2021年4月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが、出場機会はなく4月23日にマイナー契約となって代替トレーニング地へ配属された。ありがとうございます。